はい、どうもゆうたです。今回はちょっと S2000 の、9.5J の265をちょっと入れようということで、純正のフェンダーだと多分入らないんで、爪折りをしてちょっと入るかやっていきたいと思います。はい今純正ホイールなんですけど、ここに爪がね、こうやって出てるんで、こういう感じでね、これをちょっと折っていきます。でそれでも入んなければちょっと出してあげようかなっていう感じ。こんな感じなんですよね。っていう感じで今回はやっていきます。はいはい。でこちらが 9.5J の265なんですけど、これじゃーん、実は僕のホイールをちょっと今貸してっていうか、まあちょっと入るかどうかをやりたくて持ってきたんですけど、こんなにサイズ違いますね。これ純正205 215 457かな。全然違うね。ちょっとやっていきたいですね。はいはい。今ねちょっと僕のホイール履いてみたんですけど、こんな感じでね、ちょっと今ジャッキアップしてるんでちょっと出てます。こういう感じで結構指1本分ぐらいか出てるんで、まあこれでちょっと今浮いてるんで着地してみてどんな感じかで、どれぐらい広げるかをちょっとね決めたいと思います。はい。いやかっこいいな、この下のあのタイヤ出てる感じ最高。今ジャッキ下ろしてみたんですけど、こんな感じでやっぱちょっと出ますね。で、あのアッパーアームも今交換する予定なんで、キャンバーをつけて、でさらにちょっとここ出してあげようかなっていう感じなんで、まあ収まるとは思うんですけど、結構出てますよこれかなり出てるね。え、リアはまあまあちょびっとなんで、爪折りしてリアも純正の変身カムで多少いじれるんで、リアはまあ余裕かなっていう感じはしますね。こんな感じ。ああ最高だね。はい。よいしょ。で今回使うのはこの爪折り機なんですけど、これ僕の爪折り機なんですけど、昔の車、オデッセイ僕乗ってて、2台前かなの時に使ったやつで、もうね、どのぐらいだ ?4、5年ぐらい前だね、これ。使ったの。4年ぐらい前かな。それをちょっと、掘り出してきて、ちょっと、めちゃくちゃ久々に使う、これ。まあ、ダブルアレックスもそのうちやるんで。なんだ、これ取れねえよ、こいつ。あ、くっそ。取れた。よいしょ。なんか結構ね、爪折り機最近 YouTube でやってる人多いと思うんだよね。これに関しては結構昔に俺やったことあるから、まあ上手いか下手かは別としてやったことありますね。
これどこのネジだろう。わかんねえな。今フロントもやってるんですけど、フロントはねちょっとここがもともと錆びちゃってるんで、塗装が割れてここがちょっと悪化しそうなんでちょっと心配なんですけど、まあちょっとそこは板金屋さんでね広げるだけ広げた後綺麗にしてもらえればいいかなっていう感じではあります。はい、ちょっともう広がってるかな、もうちょっと。ワイドフェンダーなんだろうな。またエスニアフェンダーにこのクリップの穴、インナー止める、これが出てるんで、これが難しいらしいんですけど、ちょっとそこをピンポイントで先に狙って、やっていきます。とりあえず今広げ終わったんですけど、こんな感じでね、やっぱ多少こうふにゃふにゃ歪みがあります。 S2000 すごく難しい。いや、ここはさっき塗装がちょっと剥げてたところはもう板金しようってことでちょっと剥いじゃいました。今とりあえずちょっと出したんですけど、こうなんか塗装がね割れちゃってね、もともとちょっとなんか亀裂が入っていたのか今やっちゃったのかわかんないんですけど、折れば折るほどどんどんパリパリになってきちゃって、でちょっとキャンバー足りないんで、アッパーアームを次ちょっと変えていきます。そこで今アッパーアームイケアフォーミュラーさんのやつを買ったの でこっちはピロなんで多分ゼロ G 締めでいいんですけど、ここはブッシュなんで後でちょっと1 G 締めするんですけど、とりあえず一回タイヤをつけてどんな感じかをちょっと今つけてみたいです。であとここもちょっとクリアランスがかなりギリギリですね。はいはい、今とりあえずついたんですけど、キャンバーつきすぎですね。これキャンバーつきすぎちゃってる。はい、今取り付けが全部一応終わって、今ねキャンバーは今ちょっと自分で目剣でちょっとこのぐらいかなって感じでつけたんで、多分まあ3度から3度半いってるかどうかっていうぐらいだと思うんですけど、まあこんな感じで収まってますね。一応で擦ってる感じもなさそうです。こういう感じで、でリアもこういう感じでもうツラツラだね。リアはちょっと入ってるぐらい。でロアアームの方がタイヤの後ろ側についてて、外側に出してキャンバーをつけたせいで闘魂がフロントに寄りについてるんで、
ちょっとトーインになってますね、今リアは。でフロントに関しては今ちょっとトーアウトになっちゃってるんで、まあ明日アライメント行くんで、こんな感じで一応収まってはいます。つらつらだねリアは。最高にこういう感じです。なんでまあ爪折りすればね S2000 でも 9.5 の265は入るっていう感じです。ここもねちょっとね一応切ってあるんですよね。ここちょっとカットしてます。という感じで一応以上になります。はいはい、フェンダーの方がちょっと板金から帰ってきたのでこんな感じでかなり綺麗になってます。はい、ちょっと歪んでたのかね全然わかんなくなりましたね。綺麗です。こんな感じでやっぱさすがプロですね。ここの亀裂が入ってたところもなくなってすごい綺麗です。はい、こんな感じですね。はい。